グローバルグループ、エンハイペン、エンハイプンが9日、埼玉、ベルーナドームにて開催された大型 K-POP イベント、ミュージックバンクグローバルフェスティバル2023に出演した。写真、ストレイキッズ、20、ミュージーンズ、エンハイペンが日本に豪華集結、エンハイペン、トロッコで、オレンジフラワー、初披露豪華な装飾があしらわれた華やかな黒衣装で登場したエンハイペン。 まずは、バイトミーでスタートし、ファンの大きな掛け声がベルーナドームに響いた。妖艶かつ息ぴったりなダンスブレイクを経て、それぞれが口元に人差し指を当て、し、と言い放ったのを合図に、最新アルバム、オランジェブラッドからそのポーズが振りに取り入れられているタイトル曲、スイートベナムを披露。途中でダンスブレイクが入るアレンジバージョンで、 すでに同曲のパフォーマンスを見ているファンも飽きさせなかった。最後は同アルバムに収録された、オレンジフラワーを初披露。客席に降り手近距離でファンサービスをした後、トロッコに乗りスタンド席のファンに手を振りながら笑顔で歌い切った。2KI、18歳バースで祝福されるこの日はグループ最年少、2KI、2期の18歳の誕生日という記念すべき日だったが、 ステージを履ける直前にはジェイク、ジェイクが、ニーケイアイ、ハッピーバースデー。と祝福。それを受け、直後の MC タイムでもイオンジが、ミキさんハッピーバースデー。とメッセージを残していた。日本出身のニーケイアイにとっては、成人を迎えた誕生日を故郷で過ごした心に残る一日となったことだろう。ミュージックバンクグローバルフェスティバル2023、ベルーナドームで開催。 ミュージックバンクグローバルフェスティバル2023は韓国の代表的な年末音楽祭、KBS 歌謡祭、を全世界の人を対象とするため規模を拡大した K-POP 歌謡祭で、今回世界で初めて日本と韓国で開催。日本でのミュージックバンクフェスティバルの開催は、2011年に K-POP フェスティバル、ミュージックバンクイン東京として開催して以来12年ぶり。 韓国公演は15日に KBS ホールにて開催予定だ。今回ベルーナドームには、A ハイペンのかボイネックストドア、アンドチーム、ニュージーンズ、レセラフィム、ミミクス、ケップワン ER、20、ステイク、T1 ハーモニー、イオンジ、イッツィエイティーズ、ストレイキッズ、ザボーイズ、カングダニエル、メロマンケ、シャイニー、ゴールデンガールズ、JY、 パークと KBS の人気歌番組、ミュージックバンク、で1位を獲得した今話題のアーティストを中心に20組が集結。MC は4時、女優の古民氏、俳優のローンが務めた。モデルプレス編集部。